この違いっていうのは佐藤さんどれぐらい影響ってありますか。どうですかね、もちろん体を休めるとか、まあ、もちろん心もそうですし、少し疲弊した部分を整えられたのは京都の方かもしれないですし、ボールの前線の渡し方ですね、そのあたりが注目になってくるんですね、はい、継続する力、まあ、耐久力みたいなところがどれぐらい出せるかというところはこの F ・マリノス相手に対して、はい、シーズン後半戦ともに好調連勝中の横浜 F ・マリノスと京都サンガ FC 第30節前半が始まりました。そのまま宮本持ち上がっていきますが、一つ落ち着かせます。ちょっとアフターチャージになりました。かわされた状態からですから変わりますかね。あーカードの色が、あー大丈夫ですか。違います、変わりますね。レッドカードです。行くっていうのは一つの特徴ですけど、福田からのクロス、原大智、いいゴールでしたね。京都福田、先ほどいいクロスがありました。その外を回っていく川崎、ラインを少し上げます。 F マリノス中盤、川崎スルーパス、マルコ・トゥーリオ折り返した、ラファエル・エリアス、これで7戦7発。フラッグは上がりませんでした。畑中エドラゴン、福田縦、福田のクロスニアで合わせた、逆サイド流れて佐藤京コントロール、佐藤京、佐藤京、佐藤京、前向きで奪ってそのままゴール前まで迫っていきました。畑中が動き回ってます。ニア、畑中フリック、37分過ぎたところ、コーナーキックから一つ、宮本です。右のスペース、福田、福田のクロス、原のヘッド、ホープビッグセーブ、収めた、落として、キラ、横の山です、山です、山です、ミドル、こぼれた、アンデルソン・ロペス、山ですのミドル詰めていたアンデルソン・ロペス、まあ、しばらくメンバー入ってなかったんですけども、前々節に復帰をした川崎颯太です。前半の45分が終わりました。アディショナルタイムは10分を見ました。前半です、1対1、佐藤さん前半どういう風に見ましたか。退場となって、まあ、最終的には10人対10人の、ゲームとなった前回対戦です。後半が始まりました。エンド変わって左から右に攻めていくのがホームチーム横浜 F マリノス、右から左がアウェイチーム京都サンガ FC です。スピード感ありますね。そうですね、抜けた、スルーパス、原太一抜け出した、原、原切り返した、まだあります、原太一、52分勝ち越しに成功、京都サンガ FC、 原太一3戦連発、今シーズン8ゴール目。あとはボールの取られ方と、あとはやりきるというね。です、入れ替わって中井のボールです。跳ね返したボールはラファエル・エリアス、左足、強烈、ファーサイド、速いボール、よくかき出しました、こぼれて右足ミドル、もう一度原太一、原、折り返した豊川、もう一度奪って京都、左足、持ち直して中入っていく、キープします、ヒール、豊川、左へのボールは豊川のクリア、そしてここでファイナルホイッスル、ゲームが終わりました。